だよ。セーラー、てめえには飽きたってそれだけだ。ひどいよ。何見てんだこら。ちょっとあんた待ちなさいよ。あー、セーラーボギー、てめえのしたこじゃねえだ。美しい心が現れ、天使。女をなめんなよ、僕はてめえだ。メグちゃん、どうして昔の癖が抜けないの。メグちゃんは女の子なのよ。あんな恐ろしげな顔の人相手にして。いや、ごめんごめん、なんだかめちゃくちゃムカつくやつだったからさ。こんなことやってたらいつかひどい目に遭うからね。男と女は違うのよ。いつまでもそんなわかんないなら幼馴染でも私も知らないから。ミキは怒った顔もキュートだよね。もうもう怒ってないね。もったいないな、ほんと。メグちゃん普通にしてたら女の私でもドキッとするくらい綺麗なのに。そうかな。すっごく綺麗。色白のお肌、信じられない美しいストレートヘア、ピンクの唇。いや、やめてよ、そんな本当っぽいこと言うの。高校ではおとなしくするのよ。きっと男の子にモテモテだよ。気色悪いこと言うな。なんで俺が男にモテなきゃなんねんだよ。嫌だ、男にチューされるなんて絶対嫌だ。考えただけでおぞましい。誰もチューしろとは言ってないけど。あ、そっか、男にチューされる心配なんかねえよな。だってミキ、俺もともと男だし。し、声が大きい。俺は今日まで平凡に生きてきた。でも高校に上がったからには普通を脱却してやる。あいつ普通じゃねえ、変だぜ。気をつけた方がいいわよ。できるかな俺。子供の頃から培ってきた変態の目、高校に上がったからには見事大輪の花を咲かせてやる。できるかな。あんな綺麗な子見たことないわ。どこの中学だったのかしら。あ、まさに天使の美しさ。そんな君に僕は今話しかけるネタを持ってはいるが、しかし、いや、ためらうな。普通を脱却する時だ。今ならねえ君と言いながら軽く触れられるのだ。その細い肩先に、その美しい髪に。殺す、触ったら殺す。俺たちの天使に何する。聞こえる、男どもの凄ましい嫉妬の声が。だが負けてたまるか。天使に一番に声をかける栄光は誰にも譲らん。ねえねえ君ん、君の隣に来るソガってやつさ、気をつけた方がいいよ。ソガ、県外まで名が通ってる凶悪凶暴なワルなんだ。ああ、俺藤木、藤木一郎。ああ、俺、私、天塚めぐみ。抜けがけはまずいだな。紹介しろよ。こちら天塚めぐみさん。どうもー、キムロックスさ。なんでてめえ、俺にも紹介しろ。あのな、俺は。ダメよ、めぐちゃん。お知り合いですか。紹介してください。おら、てめえら、何群れてんだ。知れ、蘇我さんの邪魔だ。気ぃつけろよ。今日はすこぶる機嫌が悪いらしいぞ。そこだ。この人さっきの、めぐちゃん。こりゃついてるな。また会えるとは思ってなかったぜ、お姫様。ちょっと綺麗だと思って図に乗りやがってよ。
さてごら、ソガさんやばいっすよ、入学早々こんな可愛い子。うざってんだよ、古文気取りで勝手につきまといやがって。本物の悪人だわ。助けなきゃ。しかし狼のようなこの男に羊のような僕がかなうわけが。そうだ、やめろ、けだもの目が。危ないわ藤木君。いいんだメグちゃん、俺は君のためなら死ねる。なら死ねえよ。私のために。よかった、君にもしものことがあったら。ありがとう藤木君。何なのこの人たち。暴力はやめてください。めぐみはおてんばだけど女の子なんですよ。危ないから引っ込んで。女の子は男の子と喧嘩なんかしないの。そんなやめろボケ。相手は女の子だから。お前じゃねえぞ。全然すぐ死ね。おお、いい度胸してんじゃねえか。てめえらの声しっかりメモリーしとくぜ。おめえは向こう行ってろ。ああ、なんだてめえは。めぐみさん、俺は君のためなら死ねます。ああ、言えた。後ろ。じゃあ死ねそうやっておめえって女は顔だけで男を騙し、あれ？気持ちがわからないのよ。そんな風に生きてたってメグちゃん不幸になるだけじゃない。中学の時なんて言われたか忘れたの。スケバンだのバンバンだのって。バンバンは言われてないよ。せっかく知ってる人がいない学校に来たんだから、ちょっとはおとなしく。あ、素敵。めちゃめちゃかっこいい。神秘の美少女は強かった。結婚したい。この俺が二度も女なんかにやられると信じらんねえや。ったくダセえことになっちまったぜ。だからってマジに女と喧嘩するってな。あ、てめえかよ、そがって小僧は。だとしたら、やめませんか先輩こういうの。別に俺この学校閉めようとか思ってないし。なんだ、やる気になったらできんのか。舐めてっとぶっ飛ばすぞボケが。なんで俺が黒い服が好きかわかるか。血がよ目立たねえんだよ。もちろん俺の血じゃねえぜ。なんだそれ、脅しのそれか。おらビビったんならやめた方がいいぜ。あ、やろや。誰に聞いてんだ。分かったか、なめんなよ十分もどきに。先に手出したのはてめえらだぜ。その辺よろしくな、このガキ。なんか中学の時とは反応違うよな。男をぶっ飛ばしたのに素敵とかって。女としての魅力がますます上がってるってことよ。女としての魅力？だって女の子になってもう6年も経つんだよめぐちゃん。6年、9歳のあの日まで俺は男だった。
めぐみくん、ピアノのお稽古に遅れちゃうよ。うっせえな、行きたきゃ一人で行けよ。やってられっか、男がピアノ。あ、ん？見ろ、魔法使いだ。よし、退治してやる。よしなさいよ、第一魔法使いなんて本当にいるわけないでしょ。魔法使いを倒すのは剣士の役目。そう先起こされたか。めぐみくん、鬼かてめえら。寄ってたがって老人に何しちゃってんだ。あらま、自分だって退治しようとしてたくせに。なんだてめえ、魔法使いの仲間か。邪魔するとやっつけちまうぞ。やっちまえこの野郎。覚えてやがれ。ふっ、思い知ったか、悪党どもが。めぐみくん、なんですぐ喧嘩になっちゃうの。話し合いで解決しなさいよ。男の話し合いってのはこんなもんだ。おっさん、どうして魔法使ってやっつけなかったんだよ。マジックポイントを全部使っちゃったのか。もうめぐみくん。残念だが魔法は使えんのだよ。趣味でこの格好をしてるだけなのでな。趣味でもなんでもいいけど、なんかくれよ。助けてやったんだからさ。めぐみくん、レアなアイテム持ってそうじゃん。すみません、冗談ですので気になさらないでください。いや、いいんだよ。これを差し上げよう。ん？魔法天の恵みじゃ。変なじいさん。そんなもんもらって何か呪いとかありそうよ。こんなもんにビビってんのか。ただの本だぜ。絶対捨てた方がいいと思うのよね。おい、こいつらを随分可愛がってくれたそうじゃねえか。違うの、その子たちがおじいさんを。謝りゃそう痛い目に遭わんで済むぜ。バカじゃねえの。何俺に勝てる気になってんだよ。あ？ちょっとめぐみくん、でかけりゃ強いってわけじゃねえぞ。このガキ。つらっ。ダンだよ。負けるか、あんなのに。こいつも無事だし。え、まだ持ってたの。あ、いけね、血ついちった。あ、もう捨てなさいってば。でも何の本なんだこれ。ん、なんだこりゃ、ピエロ。ジジイはどうした。まあいいか、私に何か用か。うわー、なんかしんねえけどちっちゃい。なんだこれ。私は小さい。かわいい。かわいいか、こんなのが。かわいいじゃない。カボトムシの方が強いかな。ピーちゃんと友達になってくれないかな。ピーちゃんに乗せて飛ばそうぜ。それかわいい。うるさいかも。ちゃんと人の話聞いたらどうなのよ。私を呼び出したお前、一つだけどんな願いも叶えてやろう。世界一男らしい男の中の男にしてください。ちょっといきなり魂取られるかもしれないじゃない。ご安心を、なんと初回特典にしてただ。さらばありがとうございます。別になんとも。あ、そういや、どうだ、俺男らしくなったか。なるわけない。ん、どうしたんだよ。夢よ、これ私たち夢を見てるんだわ。なんだそりゃ、二人同時に夢見たりできんのか。ん、どうしたんだよミキ。うっそ。あ、やっぱ男らしくなったんだな。
男らしくはなってません。ならなんだよ、人のことジロジロと。え、ひくみくんが、ひくみくんが女になっちゃった。おっぱい、ジン、バカなことやってる前じゃないでしょ。なるほど、怪しいと思ったんだよ、あの魔法使いのジジイ。ふわふわふわとか笑いやがって。俺のことだ、きっと大美人になるぞ。強がっちゃって。気に入っていただけたようですね、私も嬉しい。てめえ、誰が気に入るか、すぐ男に戻せ。おや、女の中の女になりたいとおっしゃったのでは。よろしい、初回特典はもう効きませんので、君の寿命を10年分ほどいただきたい。悪徳商法みたい。お、ざけんなよ。ちょっ、こら、使うやつだから飛ぶかと思ったのに。ん？ダメよめぐみちゃん、またピアノのお稽古サボったのね。母さん、俺、みきちゃんまでサボらせて悪い子ね。どうしたの？母さん、俺、ひょんなことから女になっちまった。胸だってミキよりあるんだ。余計なことは言わないの。あ、あ、神妙な顔して何を言うかと思ったら、あなたは生まれた時から女の子じゃない。え、おかしな子ね、まるで自分が男の子だったみたいに。参ったよな、ミキ以外誰も信じてくれなくて、写真とかも全部女にすり替わってたし。あの本とあのジジイ、必ず見つけ出して男に戻ってやる。なんだよ。あの後、川であの本を必死に探してるメグちゃんを何度も見たわ。当然だろ。でも結局見つからなかったんでしょ。もう6年だよメグちゃん。叶わない夢見るより女の子として幸せに生きていく道を求めた方が。誰が見たってミグちゃんは女の中の女だもの。ミキなんか嫌いだ。どうせ俺は女だ。メグちゃん。叶わない夢なのかな。やっぱりこのまま女として生きていくしかないのかな。ゲッ、バカ男。どうした、大丈夫か。なんだよてめえ、どこ行ったあのガキは。お逃がすんじゃねえぞ。3年のメンツかかってんだ。次から次へと。行けよ、てめえの番は後にしてやるからよ。どこだよあのガキ。なんだよ、こっちだ。どう、おい、しっかり走れ。出てこい、俺ら。そら、どうだ。女は、なんで。高校生にもなって番長ごっことはバカだね、男ってのも。はい、入れときな、制服血だらけになるよ。お、そのうち諦めるさ。ちょっとここで隠れてようよ。お前、怖くねえのかよ。なんで。だってお前、俺に恨み買った覚えねえのか。ああ、あれか、細けえことは気にすんなよ。ティッシュやったろ、チャラだよチャラ。なんないかな、やっぱ男みてえなやつだなお前。本当か。うわぁ、チュー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 、何すんじゃダメー。チュー、何すんじゃダメー。いきなりチューなんか
かしようとしやがってあのケダモノ。うっせえ、おとなしくしろ。6年間女やってるうちに忘れたけど、男ってみんなああなるのかな。しかしよ、天塚めぐみってマジ綺麗だよな。その辺の女と同じ生き物とは思えねえよ。神の領域だぜ。俺この学校来てマジよかった。マジ抱きてえよな。地球外生物でも抱いてろボケが。フランチな想像すんな。ああのさ、ちょっと聞いてもいいかな。あ、俺、いや、分かることなら何でも。君ってさ、いつもはどんなこと考えてるの？つまりそれってこの俺の全てを知りたいってこと？どうしてこの奴のことを。そうだったんだ。この藤木一郎、生まれてこの方平均点、何をやっても普通、その辺の奴らの中の一人。どんな奴にも一つだけは自信を持って語れる取り柄があるはずと人に言われるたびに心を痛めてきた俺。でも今やっと分かった。俺の取り柄は超ド級のすっげーマッピー彼女がいるってことだったんだ。あのね、僕がいつも何を考えてるかというと、あ、ねえねえ、俺、あ、バカ。ねえ、どんなこと考えてんの？そうだな、飛行機のことかな。僕はさ、いつか自分で設計した飛行機で大空を自由に飛び回るのが夢なんだ。大空を自由にか、いいね。なんて可愛いんだ。口から出任せだったんだが、俺やるよ。君のために飛行機作ってみせるよ。熱い、熱いぜ。これはロケットじゃねえか。大嘘ついてんじゃねえ。知ってたぞ、てめえがエロ本万引きして捕まったろ。しかも SM だった。お前んち別名エロ本図書館って言われてんじゃねえか。全ての AV 集めるのがお前の夢だって。熱く語ってたのは嘘だったのかよ。おー、飛燕か。夢に向かっていけよ。信じられない、信じられない。たく、なんてやつらだ男ってやつらは。そんなことばっか考えてやがるとは。俺が男だった時はそんなこと。いや、9歳だったもんな俺まだ。そうだな、子供には男も女もないもんな。どうしたんだいマイエンジェル、そんなに切ない顔をして。なんだって俺が相談に乗るぜ。なあ、かわいい抵抗だけどな、こうなっちゃ力が物を言うんだ。田んぼに力で男だ。小鳥さんみたいに柔らかい。おお、いい匂い。お、泣いちゃうのかな。てめえ、一度ならず二度までも。うるせえ、ベタベタ触ってんじゃねえよ。気色悪い。俺は男だ。彼女、今なんか妙な一言を言った。俺も聞いた。お、見ろよこれって。あれ、は、ワルの。まさか。おはろう。ああ、でも昨日の天塚めぐみ、3年のやつらが束になってもかなわなかったあの曽我源蔵ボコボコにしちゃって。しかも俺は男だとか言ったよな。確か言った、俺も聞いた。なんかがっかりだな、外見があんな良くても。本当だぜ、あっちの世界に行っちゃってんじゃねえの。たっつんだな。ほんとほんと、まったくだぜ。あ、俺ジュース買ってから行くわ。あ、俺トイレ行ってこう。想像力に欠けたバカどもめ。
ちょっと変わったところが神秘的なんじゃねえか。男のくせにラブレターなんて書き上がって。キックそれ。ご利益がありますように。あの子が履いてた靴だ。一体どんな香りが。ラブレター捨てるとこまでは黙って見てやったか。変態か、己は。メグちゃんを汚すな。お前らそれ、ずずしいぞ。相手にされると思ってんのか。俺は本気だ。俺だって。やるか。あれあれか。ちょっとお宅入ってねえか。お前がそういうこと言えんのか。メグちゃん親衛隊、抜け駆けはしない。なんか恥ずかしいな。やっぱ嫌ならやめろ。そうだ、中途半端なやつにメグちゃんを守る資格はねえ。あれ、上履きがいじめ。こいつだぜ。この変態が犯人です。そうす、このバカがお靴の香りを嗅ごうとしたところを取り押さえました。守りました。ありがとう。ひどいよ。親衛隊の仲間じゃないか。うるせえ、けがらし。地名はもう除名で。靴の匂い嗅いでどうするの。それって男ならみんなすることか。あ、もくだ。なんて可愛い質問なんだ。みんながそうするわけじゃないけど。そうだ、僕は山登りさ。そこに山があるから登る。僕はそこに、そこに靴があるから嗅ぐのだ。でも俺のを嗅ぐのはやめてね。覚えられたくないし。俺だってかわいい。なんとか助かった。やっほー、メグちゃん。みんなお友達になりたいって。ミキ以外の女はどうも苦手なんだけど。いや、どうも。昨日男を張り倒して暴れたバカです。すごかったね。あれ怖くないの、あの人。いや、正当防衛なのにミキが怒ってね。短気なんだこいつ。何を。うわ、やっぱ髪の毛細い。すんごく柔らかい。色も白いのよ。すべすべ。こんな手で男の子殴るなんてもったいない。お尻の形もこんな。いやいや、おかわいそう。天塚のお尻。いいだ、女に言われてれば俺も仲間で。見てるだけで鼻血出す女はあの輪の中には入りません。ねえ、昨日あんなことになってたけど、めぐみちゃんって男の子嫌いなの？嫌いだ。男なんてもんはろくな奴らじゃない。人がおとなしくしてりゃずんずんつき上がりやがって。おとなしくしてないからじゃないの？そんなことは関係ない。あのバカが悪い。あのクソバカ嫌いだ。そが、あのタコ、変な頭のバカ。メグちゃん、バカで嫌われてるってのは俺のことか。ああ、嫌いだ。俺はおめえが嫌いだ。そりゃいいぜ。結構じゃねえか。ほら、見てんじゃねえよ、白いボケ。いいの？恨まれちゃうよ。あの人とんでもない悪って噂なんだよ。好かれるよか、全然いいじゃん。まるっきり子供。なんだこりゃ。これが俺か、蘇我玄蔵か。なんて情けねえ顔してやがる。どうしまったんだよ、おい。あ、フラフラする。胸が苦しい。まさかこの俺は。いえ、そんなはずねえ。違う。おい、蘇我、おめえ女にやられたんだってな。笑っちゃうぜ、かっこ悪い。そうなんすよ。どうしまったんだあいつ。本当にあれが俺たちが束になってもかなわなかった蘇我か。はーい、源ちゃん、どうしちゃったの？落ち込んだ感じで。いや、別に。
あの女と別れたんだってね。なこっちゃ落ち込んだりしねえよ。ああ、私付き合ってあげてもいいよ。今フリーだし。ああ。本当？じゃあさ、これからどっか行こうよ。ねね、やだ。じゃあ明日会おうよ。友達に自慢するんだ。あのソガッチと付き合ってるなんて。今日テルするから携帯教えて。ごめん、やっぱいいわ、別れよう。じゃなんだてめえ、ちょっとモテと思ってのぼせてんじゃねえよ。腕力取ったら何にも残らねえくせによ。うん、舐めやがって。覚えてろよ。やっぱこうだろう。別になんてことねえじゃねえか。女に嫌われたってよ。そうでいいじゃねえか。別に俺は悪なんだから。ソガ君、あのまま戻ってこなかったね。またどっかで喧嘩でもしてんだろ。関係ねえよ、あんなバカ。関係ねえよ。別にちょっとまびい女だからってなんだってな。嫌いだ。関係ねえよ。嫌いだ。関係ねえよ。嫌いだ。ひでえよ。面と向かってなんてこと言うんだよ。傷つくじゃねえかよ。本当は俺ものすごくショックだったんだ。はーい。なんだよ、またおめえが。あ、あれはなんだ。あ、ケゴ、勝ったら付き合うって言ったよな。バカ、油断すんじゃないよ、ソガだよ。くっ、てめえ誰だ。俺に何の…せぇアホらしい。この服いいな。もう帰ろうよ、メグちゃんってば。あっちの服も可愛いよね。見てこ、ね、ね。こういうところは女の子以外の何者でもないんだけど。いくら俺が怖えからっていきなり後ろから角材はねえだろ。いくら俺だって死ぬぞ、クソが。女はともかく野郎は許さねえ。この俺に手出したら半端じゃ済まねえってきっちり教えといてやんねえとな。今日は無理か。お、そこじゃねえか。あ、どうしたんだ、珍しい、弱っちゃって。おめえらしくねえじゃねえか。おう、チャンスかな、これは。ちょっと遊ぼうぜ、ソガさん。ち、やっちゃえ。こないだのお返しをしてやるぜ。待てよ、ミキ。もう一件だけ、いいじゃん。ごめん、ほんと今日はダメなの。うん、じゃあいいや。なら、俺だけでも覗いてこーっと。女の子よね、どこから見ても。いけない。しかし今日はマジで参ったぜ。これも日頃の行いのせいってか。こりゃお姫様、また情けねえとこ見られちまったな。自業自得とはいえ情けねえ。これでもう一組敵が現れたらマジで泣いちゃうかも。あっ、くそ、新手か。え、アホ。てめえ、傷ついた男がそんなにおかしいか。
けど嫌いだからな。勘違いすんなよ。のほらしっかりしろ。うちはどっちだ。なんだよこの女、どういうつもりだ。じろじろ見んなよ。弱った曽我がどこにいんだよ。ガセか。チャンスだから 2,3 発入れたのか思ったのによ。確かにさっきここにぶっ倒れてて、あの体じゃそう遠くへはいけないと思うんですけど。あ、いた、あそこだ。あれか、女が一緒だ。投げやがって。何それ。ありゃ、やろ、どこ行きやがった。その辺に隠れてんじゃねえのか。探せ、まだ遠くへは行ってないはずだ。女が一緒だったぞ。そがの女か。バカ言うな。なんだよ。いいよもう、行け、もう帰る。女に助けられるなんて真っ平だ。ほら、こっちだ。あ、痛い、痛い、痛い。耳から、おわ。うほー、見つけたぞ。マブちゃん、めちゃ可愛がってやるぜ。そがな女なんかやってるから悪いんだぜ。けっ、よっ、なんだ、よっ、なんだ、なんなんだよ。この動じない女は何なんだ。そっち行ったぜ。女の方にも気をつけろ。さすが菅の女だ、するぜぞ。この女も二度と足腰立たないようにしてやれ。うぜってんだよ、てめえ。どういうつもりだか知らねえが、つきまとってんじゃねえよ。消えろ、ボケが。うるせえ。俺が助けてえから助けてんだ。黙って助けられてろ、ボケ。途中で投げんなら、鼻からやってねえよ。ほら、行くぞ。黙ってついてこい。何？何なの？どうなってんですかこれ？何なの？やろ、どこにあった？あそこだ！何なんだよこれは。ほら交番、これで奴らも追ってこないだろう。おまわり、うらこのタコ野郎が。これでもくらい。言わんこっちゃねえ。だから俺なんかを助けっから。お、ほら使えよ。お、お前のようなバイキン君でも傷口からバイキン入ると困るだろう。ほら、え、だ、お前使え。ああ、俺もっと清潔なのあるから。あ、うそうそ。なんだよこの女。Thank you.
びくともしねえか。喧嘩弱いんだからもうすんなよバカ。ぼーっとしてないでさっさと帰れアホ。天使か。